デビッド・リー、デビッド・リー、デビッド・リー、1983年4月29日帯は、ミズーリ州セントルイス出身の元バスケットボール選手。身長206センチメートル、体重109キログラム、ポジションはパワーフォワード。NBA のゴールデンステートウォリアーズなどで活躍し、2015年に NBA チャンピオンを経験した。妻はプロテニス選手のキャロライン・ウォズニアッキ。 ミズーリ州セントルイスで生まれ、地元のジョンバローズ校から、チャミネード大学附属高校に進学した。この時に、利き手の左腕を骨折し、右手でのプレーも習得した。マクダナルズオールアメリカンに選ばれ、スラムダンクコンテストで優勝している。また、パレード市のハイスクールオールアメリカンファーストチームにも選抜されている。スポーツ奨学金を得て、 フロリダ大学に入学し、ビリー・ドナバンコーチの下で、フロリダゲーターズの一員として、2001年から2005年まで、プレーした。2002年にサウスイースタンカンファレンスのオールルーキー、チームに選ばれ、2年時には、平均11.5得点、7リバウンドを記録している。2003から04シーズンには、平均13得点、7リバウンドを記録し、 オールサウスイースタンのセカンドチームに選ばれている。3年時には、新入生として、ある方法ド、コーリー・ブリューバー、トーリー・ン・グリーン、ジョアキム・ノアラゴの2006年、NCAA チャンピオンメンバーであり、NBA プレイヤーとなる選手が入学し、1シーズンを共にプレーしている。リーは、3年生終了時、2005年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしているため、 フロリダ大学の2006年の NCAA 優勝、メンムではない。フロリダ大学3年終了時、2005年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし2005年の NBA ドラフトにおいて、ニューヨークニックスより全体30位指名を受けて NBA 入りした。2005から2006シーズンのルーキーイヤーでは、当初スモールフォワードとして起用された。12月から1月にかけて、 先発出場も経験している。結局、この年は主にベンチからの出場で、平均5.2得点、4.5リバウンドを記録した。2006から2007シーズンは、出場時間が前年より倍増。リバウンド数も増え、貴重なリバウンダーとして活躍した。2007年2月17日には、NBA ルーキーチャレンジ、ルーキーオールスターゲームの二目チームとして出場した。 フィールドゴールを14本中14本すべて成功させて30得点11リバウンドを記録し MVP を獲得した。しかし、以後は右足首の故障で欠場が続き、最終的には58試合の出場に止まった。2007から2008シーズンはニックスの主要控え選手へと成長した。その後もリーは連日ダブルダブルの活躍を見せるも、 チームは勝てないという状態が続いた。そんな中リーは2010年の NBA オールスターゲームの出場メンバーに選出された。これは2001年大会にラトレル・スプリーウェルとアラン・ヒューストンが選出されて以来のニックスからの選出である。2010年7月サイントレードで6年8000万ドルという巨額契約でゴールデン・ステート・ウォリアーズに移籍。 ウォリアーズでもダブルダブルを連発し、チームを牽引した。そして2013年の NBA オールスターゲームにも出場し、2012から13シーズンは自身初の5割超えとプレイオフ初出場を果たしながらも、リーは左足ハムストリングを痛め、プレイオフでは満足にプレイすることができなかった。2014から15シーズンは開幕から負傷に悩まされ、 スターターの座をドレーモンドグリーンに奪われるなど、レギュラーシーズンは満足にプレーすることができず、プレーオフに入っても出場機会がほとんど与えられなかった。しかし、クリーブランドキャバリアーズとの対戦となった NBA ファイナルの第3戦で大量リードを許していた第3クォーター後半から起用されたリーはゴール下で奮闘。リーの活躍で試合を接戦に持ち込んだ。 この試合は91から96で敗れたものの、クレイトンプソンは彼のおかげで流れが変わったと絶賛。その後ウォリアーズは3連勝を飾り、リーにとっても初の NBA チャンピオンを経験した。ファイナル終了後の7月7日にボストンセルティックスに移籍した。セルティックス移籍後は30試合に出場したが、1月11日のメンフィスグリズリーズ戦以降出場機会に恵まれず、 2月19日に、セルティックスから解雇された。2016年2月22日、ダラス・マーベリックスと契約した。2016年7月28日、サンアントニオ・スパーズと2年契約を結んだ。10月25日、開幕戦のゴールデン・ステート・オリアーズ戦で、スパーズで初出場し、11分で6得点、6リバウンドにアシストを記録し、 129対100で、かつての所属チームに勝利した。2017年11月19日、現役引退を表明した。元は左利きだが、以前追った怪我によって、現在は、両力の白人パワー、フォワード、リバウンドが上手い。特に、リバウンド争いによるポジショニングが上手く、ニューヨークニックス時代は、ほとんどの試合で、ダブルダブルのアベレージを残したほどである。 オフェンスではピックロールからリードパスを受けての得点がほとんどであったが近年はミドルレンジからのジャンパーも改善されておりオフェンスの幅が広がった一方でディフェンスには難がありペネトレートしてくる選手に道を開けてしまうディフェンスレスな選手という意味でドアマンと呼ばれることがある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください